こんにちは、かくすけです。エピックシェフ、続きやっていきます。前回はね、初めてここに越してきて、初めての料理を作ったりしたところまでで終わりました。で、町にこれから向かっていくんですが、ここから私は完全に初見となります。これだよ。ギロチンどうにかした方がいいと思う。この辺りの茨もすごいすごい。キノコゲット!やった!キノコ料理ちょっと作ってみたい。危なそうなキノコだけどね。毒とかあったりするのかしらね。まあ、拾えるものは拾っていこう。これは?アンダーディガー。これは危険そうだ。魔法で取り除けるかも。こっから茨がポンポン出てきてるんだね。あそこの卵は何なんだろう。後ろにドラゴンみたいなのがいる。これドラゴンの卵じゃないよね、さすがに。さすがにドラゴンではないよね。よーし、こっから初見だから楽しみだぞ。わー、ついでに木を切ったりとかしていきたくなるなー、ここら辺見てると。もうこれはなんだ?謎の卵。あ、なんだこれ?卵?こんなのは初めて見たぞ。この辺りのものじゃない気がする。スペックなら何か教えてくれるかもな。お、木を押してクエストメニューを開く。おー。卵をスペックに見せるっていうクエストも出てきたね。なんか、確かにな。これこそ、ドラゴンなんじゃない?なんか、鱗みたいなマークついてるけど。え、こんにちは。え、ちょっと、いけないじゃん。謎の騎士さん。頑張れ、忌まわしい悪人め。良識の名のもとに。止まれ。おい、なんでそんなこと言うんだよ。取り消せ。いや、お前は呪われた別荘に住んでる。否定できんぞ。ああ、なるほど。俺は今や呪われた悪人なんだな。疑っていた通りだ。我々の汚れなき町に足を踏み入れるな。もう町の中にいるよ。今のところ腐敗、殴り合い、アルコール依存症を見ただけだけど、どれもあんまり汚れなきものに見えないな。ねえ、ひどい町だよ。偉そうに。アムブロシアは芸術、すなわち料理の最高峰の拠点だ。そして私はそれを保ってみせよう。あんたの料理は好きにしてくれていいけど、俺は買い物するのに中に入りたいんだ。ずっと木の板では寝られないよ。こんなことは許されない、悪人め。お前は町に汚れた土の落としっこを持ち込もうとしている。意味なものすべてにお前は害を及ぼすのだ。汚れた土?そこに何か植えようとしてみろ。思い知るぞ。成長がちょっと思ったよりも早く進むのは認めるよ。ほら見ろ、大地に病をもたらす不愉快な魔法だ。あんたにどう思われようがどうでもいいよ。どうしてくれ。いや、お前が町に入ることであの場所の魔法に誰かが怪我されるリスクは犯せない。お前の潔白を証明してみろ。決闘を申し込む。わお、わお、暴力に訴えるのはよせよ。お、決闘、初めての料理テストっていうか、料理対決か?決闘といってもそういう類のものじゃない。料理対決だ。お前の別荘にある材料を使って料理を作れ。私は自宅のよ、汚れなき材料を使う。二つの料理は最も純潔で洗練された味覚を持つ審査員に試食してもらう。お前の料理が不純と無関係かどうか、彼が決める。もし審査員がお前の料理を認めたら、私の承認とともにお前は先へ進むことが許される。ひいきなしですか。審査員って誰だ。テントの中にいるのか。いや、審査員は私の信頼できるマウントに他ならない。ペガサコーンのスタリワンだ。ペガサコーンこのロバちゃんですか。スタリワン、ロバってことか。審査員はロバになるのか。ロバではない、強大な魔法の獣だ。違うな、バカな帽子をかぶったただのロバだ。敵に居場所を気取られないよう利口に隠しているからそう見えるだけだ。理論の余地がないな。じゃあ俺が農場から彼に食べ物を持ってきたら入れてくれるんだな。彼が私ではなくお前の料理を選んだら、お前の生産物に懸念を持つまい。だがここで調理してもらう。材料を持ってきて命がけの決闘をするのだ。命がけ?お前の生産物が食べられるものかどうか、合理的な疑いが晴れるまで命をかけるのだ。へえ。いいじゃん。いいぞ、いいよ。ああ、
丈夫？このロバちゃんそっち側じゃない？ロバだから大丈夫なのかな。忖度はないのかな。準備はできてる。審判を始めよう。お、やった。初めての料理勝負、謎の騎士との VS です。ゼスト君頑張るぞ。扱い慣れない料理器具。ああ、こんな一日を過ごすことになるなんて全然思ってなかったな。審査員の好み、あ、じゃがいも、トマト、人参じゃん。いいぞ。注目、審査員が対決の条件を決めるぞ。え、条件？なになに、ラウンド1。芋、人参、トマト。え、なに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 、今のは何だったんだ。審査員がこの戦いで使う材料を決めたんだ。見てなかったのだか。あ、そっちも始めてるじゃん。ずるいよ。何か見たとは言えるかな。審査員は3つの材料を指定した。お前の農場から取れた材料を試食したがってるから適当なゴミは出せないぞ。間違って卵入れないようにしないと。わかった、やってやる。芋と卵がちょっと似てるんだよな。あ、調理する。まずは人参だな。あ、光らしてくれるんだ、相乗効果あるやつは。よいしょ。はい。で、次トマトだな。オッケー。いいぞ。いい調子。で、そして芋です。いけ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 。もうさっき学んだことしっかりやりきるよ。外に漏れ出したりとかしないのかな、料理。料理だ、スポン。どうだ。じゃーん。ちゃんとできたはず。あ、何、匂いだけでなんか判定してる。待て待て待て、タイム。なんだ、あれは一体何をやってるんだ。最初に食べる料理をどちらにするか決めているのだ。匂いに基づいてな。あ、匂いポイントとかあるの。一番好きな匂いがどれかなんてどうやって決めるんだよ。まあ、匂いスコアが一番高い料理を最初に味わうだろうな。わかった。それじゃあ匂いスコアはどうやって高められる？簡単だ。調理時、鍋の活力、精神、洗練の味わいを放置し、消える直前にかき混ぜるのだ。わあ、なるほど。こうすれば匂いが最大限生まれる。だが気をつけろ。味わいを長く残しすぎると消えてしまって、匂いスコアも料理スコアも得られなくなる。危ないなぁ。匂いを発生させるとリスクもあるってこと？まあそうだ。だが対決の中には審査員に自分の料理を最初に味わってもらいたい場合もある。そういう時には匂いスコアを高くしなければいけない。なんでそんなことを？この対決には関係ないが、今後ソースを使う者と対決するかもしれないからな。意外と優しく教えてくれる。ソース？ソースは。いいか。今の私たちは仕事の途中のようなものだ。その橋を渡るのはそこに着いた時でいい。わかった。スタリワンは私の料理を最初に試食することに決めたようだ。だから解析タイムが始まる。解析タイム、やれやれ。まずそう。え、ちゃんと人参とか入れてないんじゃない。4、5、9、68、結構なんじゃない、わかんない。うっそだろ、今のは何だったんだ。あれが解析タイムだ。審査員はまず料理の材料を調べる。私が審査員の好きな材料であるポテトを使っていたから好意的な反応をしたのだ。それに伴いトータルスコアにボーナスが追加されたのだ。キノコしか出ちゃなくてキノコ使ってるでしょ。それじゃがいもしか使ってないじゃん。それであの発作は何だったんだ。獣医を探しに行かなくていいのか。お前は情熱がわからないのか。材料を評価後、審査員は料理を食べ、その味わいを評価する。今のところはボーナスもペナルティもないから、審査員は単にそれぞれの味わいのトータルスコアを計算し、料理の全体スコアに追加した。はっきりさせておきたいんだけど、ちょっと前に話した匂いは最後のスコアに影響するのか。確かにね、食べる順番、いや、匂いが影響するのは最初の料理選択の時だけだ。分かった。つまりまとめると、匂い、
材料分析、味わいの詳細な分析があって、それらが審査員の好みに影響を受けるんだな。ソースまでは匂いはあんまり気にしなくていいかな。その通り、次はお前の料理だ。食べる料理の順番はもう決まっているから、匂いはこの時点では無関係だぞ。アリワンの材料分析と味わいの詳細な分析に移る。それから勝者を宣言する。刮目せよ。よし、いけいけ。まあ勝てるでしょう。全部好みだよ。プラス50、50、50だけで。よしよしよし、やったー、スタリワン、ルンルンじゃん。余裕足だよ、そんなの。15、15。これが発作か。あまりにも美味しすぎた。泣いてたよ。やったー、ビクトリー。なんだかんだ拍手してくれてるじゃん。今度は悪人め、審判にとっても私、銀主人のフードゲット。私の商人のもと、好きにこの町に入るがいい。やっとか、これで家用のちゃんとした家具を見つけられるかな。うむ、本気でこの嘆かわしい別荘を修復するつもりのようだな。他に選択肢はないだろう。俺にはこの家しかないんだ。なるほど、長年のためこれを持っていけ。ありがとう。え、ハンマー。重たい道具を投げつけられるのにちょっとうんざりしてきたよ。あんたらクズどものの一人に傷つけられることになったら、俺は黙って我慢してないからな。あの阿久津の巣窟、あるいは少なくとも取り返しがつかないと判断する部分を破壊するのに役立つタグだ。ああ、うん、どうも。さらば悪人、真の美味を見つけられんことを。バイバイ。釣りでも行くのかなって思ったら、その子を誘導するための釣り竿だったのか。ここは狂気の家だな。けどそんな狂気の家用のベッドがどこかに売ってますように。いよいよ狂気だと考え始めてしまったな、ゼスト君。最初はそれを信じたくなかったようだが、取り返しのつかないところを壊せる、いいぞ。ありがたい、ありがたい。一個ね、畑ちょっと場所間違ったからね、それ修正できるってことじゃない？これなんだ？何これ謎解きみたいなのがあるけど、なんか置く場所があるな、いろいろ。これやったらなんかクリアとかになるのかな。よーし、町へ向かうよ。久しぶりの町だ。あ、そうだそうだ。あの、トニックさんだっけ？あ、スペックさんだった。いや、スペック。森を、門を開いてくれるかな？スポックじゃない？街の中に入りたいんだ。あ、スペックだった。あ、あなたですか。生きていてよかった。もう早くに会うと思、もっと早くに会うと思ってましたよ。あるいはもう二度と会えないかと。入れなかったんだ。入り口に男がいて通らせてくれなかったんだよ。男？ああ、騎士みたいな格好の。申し込まれた。え、知らない人なの？ああ、巨大なスプーンを持ってた。え、ここ取ってない？巨大なスプーン。ああ、俺の材料が呪われてないって証明するために、そいつのロバ用の料理を作れって言ってきたんだ。そいつのロバ。ああ、ペガサコーンのスタリワン。そしてあなたは彼を通報しなかったと。ああ、一風変わってるだけの男だったから。つまりあなたは巨大なスプーンを持って徘徊して、ペガサコーンのスタリバンと呼ぶ自分のロバに餌をやるために人々へ決闘を申し込んでいる騎士と会ったのですね。うん。そう並べられるとなかなかの不審者だね。ああ。この者には心理的な援助が必要かもしれないと思わなかったのですか？あるいは危険なサイコパスかもしれないとは？思わなかったな。ここ通ってるんじゃない？その人。そうでしょうとも、あなたは彼が一風変わってるだけだと思い、その奇妙な語り口に、の喜んで乗ったものですもんね。まあ、この辺りで普通ってのが何なのか判断するのは簡単じゃないって言うからさ、言うかさ、ほんと変なことばっかだよ。どういう意味です？ほんとよ。その人かもね、見てるしね。なんでもない、
全然なんでもない。コンコルディアに場違いっぽいものを見たら通報するようにするよ。約束する。これが賢明でしょうね。これで何か情報が必要ですか？ああ、新しいベッドを買いたいんだ。まだあの死の罠に住もうとされてるんです？うん、全く問題ない場所だよ。地獄に落ちた者たちの叫び声を聞けばあなたの気も変わるでしょうね。ですがそんなにも意志が固いのなら、ホーリーウッド木工店をチェックしてみるといいかもしれませんね。商店街にあります。トンネルを出た後2階左に曲がるだけです。よし、ありがとうスペック。まあ、あの場所を去るようあなたを説得できなかったのですから、いいベッドを見つける手助けはしないと。せめて安らかに眠れられますように。あははははは。いや、いいところよ。で、スペック。では、スペック。では、ゼストさん。大工のところにはもう行きましたか？その通りを行って、曲がり角を2階左ですよ。はい、はい。え？私、卵を、卵をお見せしたいのですが、これ、いや、スペック。別荘でこの卵を見つけたんだ。これが何かわかる？うむ、不吉なので崖から捨てるべきだと思います。まだ何かもわからないのに。あなたは本当に欲張りさんですね。助けになってくれそうな人は？この通りの突き当たりに博士たちがいますよ。彼らは様々な遠征に出ていました。そういう類のものもご存知です。冒険者？いいえ、まさか研究者ですよ。もしくは、だったか。喜んで手を貸してくれるはずです。なら行ってみよう。ありがとう、スペック。どういたしまして。オッケー、卵。研究者がいるのか。こんにちは。あ、話しかけられない。話しかけられる人とか話しかけられない人がいるのか。こんにちは。あ、ブルニルだ。こんにちは。あなたは旅行者？いや、引っ越してきたばかりだよ。ああ、旅行者だったらよかったのに。最近はこの辺りに来てくれる人はそんな多くないんだ。昔はもっと活気があったのにね。なんか申し訳ないな。まあ気にしないで。ね、歓迎のアドバイスをあげる。朝早くに浜辺へ行けばカニを取られるかもよ。うまく使えばすごく美味しいチャウダーを作れるでしょうね。それはかなりいいアドバイスだな。ありがとう。そういえば俺はゼスト。アンブロシアへようこそゼスト。私はブルニルだ。この地区は最高の場所ってわけじゃないけど、ここで幸せが見つかると思うよ。いい人じゃん。やあブルニルだ。会えて嬉しいよ。こんにちはゼスト。カニのいい使い道を思いつくといいね。あー、いい人がいるね。よかったよかった。変な人ばっかりやってきたからさ、今まで。おい、こんな人とかね。こんにちは、シャーキー。やあそこの方、楽しい時間を過ごしたくないかい？ああ、すみません。そういうのに興味はなくて。興味？そういうのって？そのコスチュームとか、あんたを批判する気はないんだ。まあ、誰にだって好みはあるし。これはマスコットの服だよ。フェアに注目してもらうためのね。あんたはかなり精神が病んでるな。ごめん。私も変な、あなたが精神病んでるのかと思った。おっと、どんなフェアなんだ？チャーキーの宝物洞窟フェア。旧港湾地区で風車高台のそばで毎日午後から開催中。コンコルディアで最高の宝物が君を待っている。覚えとくよ。けどあんた宝物って2回使ったな。ちょっとくどいかも。指導をしているなら商品にしたらどう？コンコルディアで最高の商品だと良くない奴らを引き寄せちゃうかも。おいおい、あんた病院行けよ。はーい。略奪？あれ？なんか言った？それって動詞じゃないか？名詞としても使えるはずだよ。本当に？けど、だとしてもお客さんから略奪しようとしてるみたいに聞こえるぞ。これはフェアだよ。含みみたいなものさ。ああ、つまり、フェアなフェアじゃないってこと？フェアなフェアだけど、最高にフェアなフェアでも、アンフェアなものだよ。でないと、フェアな取引じゃないだろう。まあ、うん。商売ってそんなもんだな。そのクソ点単語のせいで変な気分になってきた。そのことで俺を責めるのはフェアじゃないな。フェアはもういい。それならフェアだな。消えろ。ゼスト君、ちょっと問題ありだな。ラーキンの宝物洞窟カーニバル旧
カーニバル？それって含みが…いや違う。ああ、俺が言ってたのは、黙らっしゃい、もういい、ふざけるな。最初の決まり文句に戻るぞ。あんたに何お前ろうがどうでもいい。どうこなくちゃ、直感に従え。あんたなんか大嫌いだ。ごめんね。あ、戻ったね。よし、きっちり仕事をしたな。ゼストくん、問題ありだな。あ、どうも、ミャウライスさん。どうすればいい？なんてひどい状況だ。助けが必要かい？特別な肉がなくなってしまったんだ。家族がもうすぐ町に来るのに、よ、食事に出すローストがない。これはひどい具合だ。肉ならいくつか分けられるかも。普通の肉じゃないんだよ。ネズミのが必要なんだ。ネズミ。地元の店はお高く泊まって売ってくれないんだ。この料理は昔から語り継がれてる伝統なのに。ああ、偏見は持たないよ。今はそんな変なことでもないし。僕に5匹の太ったネズミを持ってきてくれたら、気前よく払うよ。ネズミならハトバにかなりいる。わかった。注意しとくよ。はーい。メアライスさんね。会話すごいパターンあるんだな。同じ人に話しかけても。これは時間がかかるぞ。歌手。いや、困ってるみたいだね。最近よく眠れてなくて。のんびりしなよ。ちょっと肩の力を抜きな。私はたまに、ただじっと座って時間が過ぎるのを感じるのが好きだよ。それじゃあ仕事は？歌手。そんな気はしてた。どういうこと？ああ、悪く言うつもりはなかったんだ。ただ芸術家っていうのは肩の力を抜いて人生を楽しむのが好きだなって。ああ、そうだね。それであんたは何を？俺は農場主だ。それと料理人。見た目の通り。この辺じゃ料理人も芸術家と似たようなものだよ。そして奴らは肩の力を抜いて人生を楽しむようなタイプじゃない。こんな大変かな。美味しいものを作ってお客さんに気に入ってもらって料金を払ってもらうって。あんた新顔だよね。うん。料理に真剣に向き合わないと評論家連合とカリナリマに生きながら食べられちゃうよ。私があんたなら気をつけるね。いろいろ見てきたんだ。生きながら食べられちゃうっていうことは他にも言われたな。ああ、この辺りのことなら俺も見てきたよ。喧嘩もすごかったもんね。気をつけるんだね、シンガー。この辺りで自分のことを料理人と呼ぶなら心の準備をしておいた方がいい。わかった。うん。やっぱ、シャークスキンだけがすごいいろんな言葉があっただけで、他の人はそうでもないね。おぉ謝ってた魔女さんだ。ああ、新しいお客さんが勇敢にお道に足を踏み入れに来たね。いや、俺はゼスト。この町には来たばかりなんだ。この場所は？ああ、ここは俗人が超人に出会う場所だよ。未知の霧がくるくる回って壮大な奇跡のイメージを見せてくれる。それに言い表せないほどの恐怖もね。わお、かなり興味深い店だな。間違いなく。確かに興味深いだろうね、坊や。だけど好奇心がなんて言われているか知ってるだろう。ほらほらほら。ああ、知ってるぞ。発明の母だ。いや、それは必要だ。好奇心は猫を殺すだよ。ああ、それでこの匂いか。それは、この匂い？猫が腐ったような匂いする。私の店は死んだ猫みたいな匂いがするって言いたいのかい？まあ、こんな閉じられた空間でペットを虐殺してるなら当然だと思うけど。私は猫を殺したことなんかないよ、このバカ者。どんなバカでも理解できる言葉のあやさ。それにこの匂いはこうだよ、こう。だって俺はここに来たばっかりで、あんたらコンコルディアの地元の忌々しい風習を知らないんだ。それにそもそもなんであんな言い方をしたんだよ。私は魔女だ。なぞなぞや掛け言葉で喋るのさ。ああ、なるほどね。でもそれってなぞなぞ？どっちかっていうと、音わざっぽく聞こえたけど。いい加減にしておくれ。あんた、開花のバカどもそっくりだね。誰そっくりだって？誰でもない。あんたが超自然の問題を抱えていないなら放っておいてくれ。そうだな。ゼスト君は厄介だな。古代の調教師。これ何？古代のチャーマーだよ。それを目にした家畜は無意識に従う。500エクスードだ。エスクードだ。エスクード？またにする。私ゼロだよ。お金でゼロだよ。これは？
これって何？ああ、神秘のジェムだよ。精神エネルギーでいっぱいのね。何をするもの？家のどこかに置いておけば、オーラを清め、心の平穏をもたらすよ。ウジガエルめ、あの古い別荘から来た略奪者から買ったただのジェムだろうに。誰？あなた、頭すごいことなってるけど。誰も出どころは聞かなかったよ。それに私の仕事邪魔しないって約束しただろう。心の平穏ね。気になる。かなりね。たったの500エクスートだよ。買わない。いや、俺の心はポケットに500エクスートがあればもっと平穏になるよ。うまいこと言う。なるほど。何の意味もなさそうだけど、なんかありそうだな。超自然の話がないなら私のことは放っておいてくれ。物を買う。農場で使えるようなものを何か売ってる？あんたが使えるものがいくつかあると思うよ。見てみな。あ、ここでも買えるんだ。牛召喚器。おそらく自然そのものに対する罪。牛とかを手に入れるのはここなのか。牛を餌やり器。牛は単純な生き物で好むたるものを単純。単純な餌を風車で作り、ここに入れておこう。牛の生贄を代替品。フラスコに入った牛の生贄を代替品。適切な召喚器に入れて牛を召喚する。なるほど。500、1200が必要なんだな。なるほど。話しかけられないのか、さっきの人。後ろにもなんか、なんだなんだ。ここで家畜を入手できると。ね？全然進まないよ。話ばっかりしちゃう。バルペリウス大佐。重要ことあるのは市民よ。あ、はーい。話しかけられない。あなたは？ウェスティン。迷子になったら赤い矢印に従え。それは役に立つな。まあ文字通りではないけど、金をもらってそういうように言われたんだ。誰に？レッドアロービール会社。会社、コンコルディアで一番のビールメーカーだよ。風船屋なんかでマーケティングキャンペーンを始めてたな。始めてな。あんたはどこかへの道を示してるのかと思ったよ。わからないけど、俺が行かないといけない重要な場所とか、そんな風な。ただの会社のロゴだよ。矢印が何か深いもの、興味深いものを示していたり、あんたの人生における目的までの道のりを教えてくれたりとするとしたら、ひどい偶然だろうな。ああ、バカバカしいと思うよ。そういえば、俺はゼスト。俺はクエスティン。そう、今までもね、メインクエストの時は赤い矢印が表示されてたけど、ずっと表示してくれるんだ。いや、ゼスト、いいか、悩んでる時には赤い矢印に従え。覚えておくよ。ありがたい機能だね、これ。あ、どうしたの？あ、チャンベツ軍曹。どんどん足しされていってる。立ち去れ、スパイ問題が解決するまで町へは入れないぞ。スパイ？ああ。オモジニーのスパイがこの辺りをうろついてるって噂がある。警戒レベルが下がるまで町の中心部へ誰も出入りはできない。特別な通行証がなければな。4人でも？町の中心部に住んでいない限りはな。そして先に言っておくが、あんたが通行証をもらえるとは思えない。問題が解決するまで諦めろ。ほら、俺の時間を無駄にするな。はーい。キャンベツ軍曹ね。そろそろ一回ね、止めないといけないんだよな。あ、博士たちだ。やあ、こんにちは、若いの。いい天気だな。よし。この卵。いや、俺はゼスト。別荘に新しく越してきたんだ。あんたたちは動植物の高度な知識を持つ博士みたいなものだって聞いたんだけど。残念ながら間違いを聞いたようだね。本当に？ああ、だったではなく、我々は今も博士だよ。一本取られたな。一度博士になれば、いつまでも博士のままということだろう。その通り。なら俺が見つけたこの奇妙な卵のことを教えてもらえるかな。地元の動植層に属するものじゃなさそうなんだ。おお、なぜそう？俺もある程度の教育は受けたんだ。そうなのか。それでは専門はどの分野かな。俺が学んだのはパントマイム学。あ、そうだったの。それはね、ちょっと言葉を失うね。まあ誰かがやらないといけないものだろうしね。
そうとも、パントマイム学は食事中の会話にかなり役立ってきたぞ。優しい。で、見てみたいな、パントマイム。これが何なのかわかる？わからない？ああ、そんな態度はやめておくれ。ただの冗談さ。だがそうだな。我々はこのような卵を知ってるよ。だろう、ブリだ。ポータルの遠征だ。ああ、そうとも、素晴らしい冒険だったよ。ベルフォンテ司令はとても思い切ったリーダーだったが、我々は多くの知識と共に戻ってきたね。この卵は別の次元か何かから来るってこと？本来はそうだ。だがポータルが閉じても多くの種はすでに我々の世界へ逃げ込んでしまっていた。あら、ポータルは、当時は悪いニュースだったよな。この卵って危ない？この色。これはライガルンに属している。マイステラン・テレポストリッチとよく知られているね。あの旅で多くの名前を考えなければならなかった。自分で名前考えたのか。そのためにライガルンたちを懐かせたな。彼らはどこにでも召喚できるから非常に万能だった。面白いな。だが君も同じことをしたいのなら特別な装備がいるだろう。魔法使いたちが作ってくれた道具さね。それがあればすぐに手なずけられるはず。おー、魔法使いの道具か。また一つ持っていたと思うぞ。君が興味あるからなら。だがね。え、ほんと？あるある。だが最初に再充電してやる必要がある。餌や食べ物などを忘れちゃいけない。そうだ、我々にはよく火の通ったカニが必要でね。かなり精神的な12以上ね、ものがいいな。カニ？ライガルンの好物だ。手なずける過程の一部で魔術的な技術費だろう。調理できるかやってみるよ。よし、その間我々は道具を準備しておこう。なるほど。精神的なカニ料理を準備する必要があるということですね。どうしよう。時間、今夕方になったな。おい、一回止めようかな。これからね、このストーリーが進んでいくと多分、ちょっとずつ、一日は短く感じるようになると思うんですが、ちょっと、まだ始まりのところということで、会話も多く、一日が長く感じてしまうので、一旦ね、ここで切りますね。次回は、夜編かな。さらにいろんなことやっていきましょう。ベッドを買いましょう。ではでは、ご視聴いただきありがとうございました。